日露戦争の講和条約、ポーツマス条約について、不満を持った日本国民は反対しました。元衆議院議長で露国問題同志会の河野弘中や、小川平吉などが計画した。日比谷公園の対露講和反対集会には、3万近い群衆が集まり、民衆にこのように演説しました。日本全権団の講和条約は、戦勝の効果をなくし誤りである。露国問題同志会は、県内閣及び全権委員に代わってこの罪を国民に謝罪する。日本全権団は講和条約不成立に終わらせることを期待する。満州派遣軍に対しても、挙国一致、必ず屈辱的条約を破断するべきである。もって、敵軍を粉砕することを熱望する。しかし民衆の怒りは収まらず、数千の群衆が内務大臣官邸や外務省、アメリカ大使館、警察署、交番、教会などを襲撃し、死傷者1022名を出す事件を起こしてしまいました。いわゆる日比谷焼き討ち事件です。